ボンジュール。どうも、こんばんは。大変よろしくお願いいたします。お相手のパッティが、アローがいっぱいいる。ガブリアス・ファイアロー、ヤミラミか。マリルリ・ゲンガー、キノガッサ。へぇー、キノガッサがいますね。にゃえ、眠り対策は何もしてないんだけど。きついなぁ。格闘タイプがきついっすね。ニャオニックスがね、S 振ってないしね。鳥たちがね、飛行技持ってないんですよね。残念ながら。鬼スズメ。まあ、わかんない。スカーフテクニガッサか。タスキキノコの方しかわからないんですけども。でも、タスキっぽいなぁ。ヤミラミはきっとメガでしょ?鬼ゴーリ、ニャオニクス、鬼ドリルで行くとして、ただ鬼ドリルさん、半壊光線が全然効かねえな。効かねえな、効かねえよ。鬼ゴーリさんな、どうすっかな。戦線を破壊してってほしいんだけどな。できればでも、ニャオニクスの電磁波で鬼ゴーリが、村っ気を頑張るっていうところが結構、唯一の、勝ち筋のような勝ち筋、うん、というか、まあ、そこぐらいしか光が見えないんですが、ヨニックスが頑張ってくれると信じましょう。王者の印、まひるみ型やっていきましょう。まひるみとは言わないけど、まあ、まひとひるみ効果期待できるから、まひエコテプラス。ケンガーはまずいね。シャドーボーは死ぬね。シャドーボーは死ぬね。でも電磁波だ。メガになった。逃げられない。素早さだけ攻めて奪えば、しびれて動けなければいいんだ。いってんじゃん。そうすれば次最後ショックが入る。さあ動くな。ヘドバック、ヘドバック。シャドウじゃなかった。耐えるかも。耐えた。毒だ。まずい。さあとりあえずこれで最後ショック一回入れてますね。あれ毒で死ぬ。サイコショック。わあ倒した。強っ。シャドウもなかったのかな。じゃあね。お耐えた。危ねえ。次のやつにあれですね、電磁波入れるだけはできますね。アズマ、アズマリル。あアズマリルか。アズマ王なんていたかなって考えてしまった。え、電磁波と10万ボルト打つのどっちがいいんだ。違うな。これ悪事来ること考えれば電磁波だな。それを読まれて腹太鼓はきついな。ラムというよりはお盆な気がするんですが、どうでしょう。腹太鼓でしたね。悪事が怖え。とんでもないものが出来上がってしまったぞ。もうだって動かないにかけるしかないから、ここ守りますね。守る。で攻撃か回避率上げる。回避率上がった。いいね。どこ下がる。いいね。でもうメガ進化するか、それとも突っ込むかだよね。メガ進化するか突っ込むかだけど、欲を出すんだったら突っ込む。欲を出そう。いけ。しびれて動けない。避ける。おし来た。恩返し。よしよし。うわお盆だ。でどうなっかだな。ここで攻撃力が上がれば、防御力がぐんと上がった。どこが下がった。お、どうすかな。もうメガ進化自身かな。メガ進化自身届くか。これ怪しいけど行くか。行こう。濁り、痺れて、まず痺れて。2回安定があるから。
結構分はいいはず。赤ジェットよける。よし、よける。完璧。とりあえずこれで電光石火ぐらいまで持っていけるでしょ。倒せなかったとしても。ね、とりあえず、鬼ドリルの電光石火まで行けば。違うから。あ、動くな。そしてよけるな。よし、アズマリル突破。よし、やっぱり村っけに頼るしかない、このパーティー、マジで。勝ち筋もクソもねえ。村っけだよ、勝ち筋は。それしかねえよ、チャンピオン？お前か。あ、恩返し抜群だ。こっちの方が早いんだよね。よし、行こう。こっちの方が早い。うん、タスキ。キノコの星。大丈夫。鬼ドリルが電光石火を残している。これ、ドレパンはまずくね？ドレパンまずくね？岩石封じか。よかった。あ、耐えるんだね。あ、てか、そっか、避けるパターンもあるのか。あ、目がすやー。マッハパンチ、当たらない。テクニシャンか？あれ、岩石封じってテクニシャン乗りましたっけ？微妙に外れたんだっけ？ 65 とかになったんだっけ？当たらない。やった、目を覚ました。恩返し。あー、やっぱりまた、村っけでしたね。はい、大変ありがとうございました。はじめまして、こんにちは。よろしくお願いします。アメリカ・テキサス州。めっちゃ日本語だけど。はい、お相手のパーティーが、グレイシア・サンダース・ボーマンダ・オシロトム、バッシャーに、ミミロップですね。早いな、比較的。ロトムとグレイシア以外は早かったり加速したりするんで、鬼スズメの、追い風がうまく作用してくれるといいんですけど。先発どうするかな？いや、ニャオニクスは微妙だな。なら鬼氷だな。なら鬼氷ですね。よし、これでいきましょう。対戦よろしくお願いいたします。いや、ボロボロですね。ここまでボロボロですね。で、比較的あれだな、対戦相手よく見つかるな。もう春休みに入ってるのかな？入ってる、まあ、卒業、3年生とか、まあ、卒業してる方は多いと思うんですけど、グレイシア。グレイシアから来てしまった。一旦守るけど、一旦守るけどどうだろう。引っ込んだか。なら攻撃しときゃよかったな。バッシャー。これ守る見せちゃったのよくないな。攻撃がぐんと上がったのはいいこと。素早さは？目印が下がった。お相手守るですよね。ならここは守る使わないで、自信で突っ張りましょう。でも素早さ、素の素早さ負けてっからそのまま突っ込んでくる可能性があった。外れた。ニトロチャージ？まずい。耐えた。よかった。自信当ててくれよ。加速で2段階上がっちゃったじゃないか。くそー、素早さ上げるしかない。攻撃力がぐんと上がった。だってニトロチャージ大安定だよな。じゃあ守るしかねえじゃねえか。な、ニトロチャージだもんな。これ素早さ2段階上がっても抜けないか。回避か。回避を上げよう。回避だ。回避を上げるんだ。お、素早さ上がった。エアー2段階じゃ多分、てか命中率下がりすぎ。マジかー。行け。行くしかない。命中率1段階下がると、どれぐらい下がるんだ？
なんか勝ってないかな。抜いてた。やった。おっしゃ、当たった。オッケー、でかいでかい。攻撃力すげえ上がってくからね、今 4段階ぐらい上がってる。ただ命中率が2段階ダウン。馬車落とせたのいいですね。で、素早さも今上がってんだよな。グレイシア、グレイシアか。恩返しが今一つだな。恩返し102、152、1.3倍つくと電卓がない。どっちが威力出るんだ。152の 1.3 倍ってどれぐらいですか。でも今一つになるから多分地震の方が威力出るな。引っ込んだ。なぜや。地震誘った。ボーマンだ。威嚇を入れに来た。地震誘われた。でもさ、から元気でいいよね。から元気じゃない、恩返しでいいよな。素早さ勝ってるし、攻撃力もまだまだあるし、フリーズスキンだし。引っ込んだ。あ、威嚇入れまくる作戦だ。恩返し。貫通しそう。あ、惜しい。じゃあ、グレイシアが捨てになるから、恩返し連打だな。外れた。まずい。水の波動。ああ、そっか、覚えるのか。特防下がったっけ。鬼スズメの電光石火で持っていけますか。わかんないんで鬼ドリルでいけます。すぶてがあるような気がする。電光石火。オーマンダ変えられるかな。変えられましたね。でも威嚇は怖くない。同速系か。でも電光石火が本当にカスみたいなダメージになりそう。ほら、いいダメージだ。結構効いたな。もっと効かないかと思った。いけメサパ。何のために減衰したと思っているんだ。あー、ボーマンダナイト。ここは同族系のはずなら、君の力を見せてくれ僕に。押し来た。目覚めるパー。飛ばせ。急所にやってもいいんだ。やったー、かっこいい。鬼ドリル急所に当たった。かっこよすぎる。やればできる子だった。やればできる子だった。電光石火します。いやー、つぶて。向こうの方が早いんだ。スカフ、スカフか。まあ、どっちにしろ鬼スズメのタスキ残ってるから大丈夫でした。対戦ありがとうございました。やった、やっと勝った。ご視聴いただきましてありがとうございました。鬼と名の付くパーティーで5勝を目指す最終回になります。動画の構成の関係上、最後の1勝を先にお見せしてると思います。で、なんだ、4勝目に上げたやつを動画の後半に加えてるかと思います。で、パーティーなんですが、パートこれなんだ、3だっけ4だっけ忘れてしまいました。最終回、こちらは、全部入れ替えております。で、一応紹介を軽くして終わりたいなと思います。鬼スズメ CS ブッパの追い風型タスキにしてみました。で、鬼ドリルが今回鋭い爪、臆病スナイパーとなっております CS ブッパです。うん、ドリルライナー、あと飛行技も欲しい場面が多々ありましたね。メダパワー一回有用に使いました。破壊光線が本当に急所当たんなかったな、今回。まあ仕方ないですね。鬼氷が、せっかちのエースブッパーになってますね。ああ、これあれですね。鬼ドリルと鬼スズメ、共にメザ氷になってます。メザ氷出るのをすごい頑張りました。だから全然本当出なかった。で、鬼氷が、今回鳥たちが特殊なんで、鬼氷が物理型になっております。コメントいただいた通り、一応空元気搭載してます。やっぱ空元気あると違いますよね。でも結局村系に頼ってた
っていうあれなんですけど、そこら辺はもうどうしようもなかったのか、いやどうしようもないっていうことはないと思いますが、でニャオニクスさんが当初は CS のすり抜けでメガネかスカーフかでやろうと思ったんですけど、過去にレートでテクノバスターするだけの動画を上げた時のニャオニクスがいたんで、それに王者の印を持たせて真昼みっぽい感じにしようっていう感じのニャオニクスを連れてきました。まあ、こいつがね電磁波して鬼氷さんがムラッケワンチャンにかけるっていうところで、まあ、昼み自体は全然機能しませんでしたけど、一回だけ相手のバンギラスが昼みましたが、その後はバンギラスに全抜きされました。で、あと過去の動画で使ったポケモンも紹介した方がいいのかな、どこにいるかわかんないけど、これかな、エジッパパスナイパーパワフルハーブ、こいつは HA か HA ブッパの鬼スズメですね。ゴッドバードドリルクチバシ電光石火ドリルライナーとなっております。で鬼ドリルがこれかな、無邪気のエースか。でスナイパーでこいつがタスキーでしたね前回はね。ニャオニクスどこ行ったかな、これか、ズブといたずら心レッドカード。こいつは HB に振って電磁波でレッドカード、電磁波巻いてレッドカードで飛ばして電磁波を巻く係だったんですけども、結局電磁波読みで一回巻いたやつが出てくるんで、まあちょっとあれでしたねってことですが、あとなんだ、鬼ゴリさんか、鬼ゴリさん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 どこ行った、タイプで検索しましょう。探す。いたいた。近くにいましたね。臆病ムラッケ。これが CS ブッパで前回使ってた鬼ゴリで、鬼ゴリナイトになりますね。守るレートビーム破壊光線絶対レートとなります。はい。というわけで、鬼と名の付くパーティーで5勝したんで、こちらのシリーズは終了になります。で、次回以降の話なんですけども、しばらくね、ちょっと対戦実況の方はお休みになるかなと思います。ポケモンで1個ちょっと対戦実況だけど、対戦実況じゃない感じ。まあ、レーティングとかランダム対戦とかじゃない動画は1個作ろうと思っております。で、その後に多分またなんとかと名の付くシリーズをアップするとは思うんで、まあ、もしもまたアップされたら見てあげる、見てやってください。はい、ちょっと余談なんですけども、ブログの方解説いたしまして、動画の更新情報とかをね、お知らせする用のブログを作りました。よろしければ、てか興味がある方は、見ていただければなと思います。動画の説明欄とか、自分のプロフィール欄をちょっとお手数かけちゃうんですけども、に、URL 載せときますので、そちらの方をご参照していただければなと思います。この動画を撮った段階で、関東クラシックの方の結果が出たんで、そちらの方も載せたいなとは思っております。ね、初めてね、レート1600で乗ったんで、一応それが自分の中での最高レートになるかなと思います。関東クラシックは本当にね、非常に楽しくバトルできたんで、またね、こういった戦いはあったら、ちょっと大会とか出ていきたいなと思っております。ではご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。